石田方も西国の調略を進めておるようだが、分があるのは吉川、小早川を調略したこちら。ウィリアム、大阪は華やかな町、お主にぜひ見せたいと思っておった。帝のおわす京にも近い。ついに大阪で家康様にお目通りが叶うぞ。手を挙げ。霊が見え怪異を切るというのはまことか。君子怪力乱心を語らずじゃ。花からそのようなことを口にする者に信を受けようか。 This one has absolutely no power. Anzo.Do you seriously follow this pretentious little prick? 何を言うておる？鳥居殿、その者は影武者だと言うておりまする。こやつは、もっと名護を話しておったであろう。それに半蔵、そこもとが事前に話しておったのではないか。何がおかしいじゃ。まあまあ、鳥居殿、半蔵殿の推挙もあることですし、全く荒唐無稽と切って捨てるもいかがなものかと。拙者に一思案があり申す。
何でも敗戦の際高名な茶器と爆死したとか。茶器と神獣とはさも表下たやつよの。Thank you.
Thank you.
ことだ。容赦なく女子供にまで手を出しかねぬ。一刻も早く地下の穴蔵に潜ませねば。我らにもはや勝ち目はない。茶器一つで加盟がつながるのならば信長に譲り渡せばよいもの。
志を残しておるとは。主の執着と茶器の念、いずれも大したものじゃの。
ほう、とつくに見たよ。主も見える口か。ひらぐもの茶釜、久方ぶりよ。一服立てて死んぜよ。茶もわからぬか。まあよい、お主に興が湧いたわ。この茶室好きに使うがよい。主君をあやめ、将軍をあやめ、大仏を焼き、山岳を成したと信長に言わしめたこのわしが、主ごときに見えると思うたか。わしのことは壇上とでも呼ぶがよい。